今回は首都大東京院士の夏季試験の問題です。今回力学の問題で以下の問いの答えを結果だけでなく求め方や計算の過程も示すこと、重力加速度の大きさを自由とする。で、問い1なんですけど、まあ今回は問い1だけですね。で、図の1の1、まあ、これなんですけど、のように水平面と角度 θ をなす斜面を落ちる半径 R、 それを M の Q の運動を考える。時刻0において斜面上に Q を初速度0、回転の加速度0で静かに置いた。斜面は十分に長く、Q が斜面上にある場合だけ考えればよい。Q と斜面の間の静止摩擦係数を μ、動摩擦係数を μ' として空気抵抗は考えない。Q の密度分布は中心に対して球対称である。中心を通る回転軸の周りの慣性モーメントは正位の定数 B を用いて BMR 事象で表されるものとする。まず Q が滑らずに転がり落ちる場合について考える。今回は Q が滑らずに転がり落ちる場合だけを考えたいと思うので、1の1から1の5までやります。ということで、1の1、 Q に働く斜面からの垂直抗力の大きさを求めよう。問題で、これはこっち方向に N が働くと思うんですけど、こっちですね。で、コサインシータの方向、mg のコサインシータの方向に働くので、それが釣り合っているので n イコール mg コサインシータ。で、次に1の2が、時刻 t における q の重心速度の大きさと回転の角速度の大きさを、まあ以下の文字から必要なものを用いて表せという問題で、まず今回は滑らずに転がるということから、重心速度がどのようになるかというと、まあ v イコール r オメガとしてるんですけど、滑りの速度 V を定義して、まあ、これが0になるってことですね。滑らないってことなので、まあ、V イコール R オメガで、 V イコール R オメガっていう関係式が得られて、あとは運動方程式、平身の運動方程式と回転の運動方程式を立てました。で、 X 軸っていうのが今回斜面に対して取っていますので、 mgsinθ マイナス F ってのが今回転がるので、摩擦力の F となります。なので、こっちに F が働くことから半径は今回 B であるので、 I オメガドットイコール RF となります。で、滑らないことをより V イコール R オメガなので、1回微分して V ドットイコール R オメガドットで、また慣性モーメント I ってのは BMR 事情だったので、これらを代入すると、この F の部分を消してこのような式になります。で、オメガについてまとめてオメガ T で積分するとこのようになります。で、今回回転は初期速度では0、初期時間では0なので、オメガ0も0となって、答えがこのようになります。1の3が、急に働く斜面からの静止摩擦力の大きさを求めよという問題です。これは回転の運動方程式、これより F イコール RI のオメガドットとなります。で、オメガってのが先ほど式で与えられたのですが、それの1回微分ってことなので、 T が消える部分ですね。 T が消えて、あとは I イコール BMR 事情を代入すれば大丈夫なので、答えがこのようになります。で、次に1の4ですが、 Q が滑らずに転がり落ちるための μ の下限値を求めようということで、摩擦力ってのは μn が最大であるので、では、今回 μ イコール F イコール μn の式にして、 μ はどのようにあるかというと、 n 分の f であるから、 f がまずこの式で与えられて、で、 n ってのは1の1で求まった mg コサイン θ であるので、このような式になります。で、1の5が、密度が一様の球の場合と内部が中空の球角の場合では、どちらが早く転がり落ちるか理由も含めて簡単に説明せよという問題で、まず中空と球の慣性モーメントを求めると、3分の 2mr 事乗、5分の 2mr 事乗となるので、中空の方が大きいです。なので、今回 i ってのが bmr 事乗で当たられてると思うんですけど、つまり B の中空の方が大きいってことですね。B の中空が2分の3分の2で、B の Q の方が5分の2なので、このような関係式になっています。また、V の式ってのはこのように与えられたのですが、
これを積分すると t で積分すると x になるので x 点はこの式になります。でここに b が含まれているんですが、分母に含まれているので分母が小さいほど x、 つまり変位点が大きくなることがわかります。なのでこっちの b の q の方が b が小さいので、 b の方が、つまり q の方が早く転がり落ちることになります。まあ、ちょっと今思ったんですけど、 v だけでも本当は良かったんですけど、まあ、v に代入、 b を代入するときに分母に b があるんですけど、こっちの b がちっちゃければ v が大きくなるので、この b の q の方がちっちゃいので今回 q の方が早く転がり落ちることになります。今回は以上になります。